はい、どうも、キトントンです。鼻が記憶できる匂いって5万種類だしな。まあ、今回そんな関係ないねんけど、底辺から学年1位になった方法っていうことで、スタートントン。キトントン。で、はじめにアキトントン知らない人いっぱいおると思うんだけど、アキトントン高校生の時に9教科欠点取って学年で底辺やったんよ。でも、今最終学歴とか見ると京都大学大学院って言って、学年で一番なんよな、そういうところで言うと。で、これを言うと自慢話かよって思う人もおるかもしれんけど、この動画では皆さんに希望を与えたいなって思って動画撮るから最後まで見てください。はい。アキトントン。で、アキトントンよくいいなぁ、何でも結果出て、みたいなことを言われる時があるんやけど、正直それっていうのは違うと思ってて、これは単に僕が結果が出るまで続けたっていうだけなんですよね。多くの人っていうのは、結果が出なかったらすぐやめちゃうねんな。でも、ここで、なんで結果が出ないのかっていうのを考えて、改善して、結果が出るまでやっただけ。それだけなんよ、僕は。マジで才能とかない。ただ続けただけ。皆さんもこれをしてほしいんですよね。この動画を見たみんなにも、それをしたら、簡単に人生変えれるし、簡単に1位なんて取れますよ。ただ、結果が出るまでやっただけ。マジで。で、学歴で言ったら、高校生の時はもちろん学年底辺やって、それで大学は立命館大学行って、大学院で京都大学行ってる、いわゆる学歴ロンダーってやつやねんけど、大学入った時の立命館でもみんな京大に行きたいとか大学院は違う大学院行くとか言っとったんやけど、結局それを達成したんって僕だけやったよな。これ何が言いたいかというと、ほとんどの人っていうのはやっぱりすぐ諦めるんですよね。ただこれを見てるアキトントンの視聴者、トンデントのみんなとかはマジで諦めずに最後までやり続けたら結果はついてくるっていうのを知って、自分を信じて、そしてアキトントンを信じてやり抜いてください。結果が出るまでやってください。そしたら人生変えれます。はい。で、最後にちょっと大切なことを言いますね。今最初に言った結果を出すまでやっただけって言ってたんやけど、一番論外な人がいます。一番論外なのはやらない人です。だから途中でやめてる人ってやってるから論外ではないんですよね。ただやらない人っていうのが一定数いますと。だから皆さんはとりあえずやってください。じゃないとスタートラインには立ってないです。はい、論外です。で、ちょっと口悪いねんけど、論外の人っていうのはよくこういうことを言ってきます。今から勉強するの遅いですかっていう DM めちゃくちゃ届くんや。でも普通に考えてください。今から始めないと遅いです。いつでもそうなんやけど、今始めるのが一番早い。なぜなら過去に戻られへんのやからな。今始めなかったら、ちょっとずつ遅くなっていくんやから、そんな質問するより、もうとりあえずやる。これをしてください。で、その次にもったいないなと思うのが、さっき聞かれてた途中でやめる人なんやけど、これっていうのはただやるだけの人なんよな。もちろんそれでもいいねんけど、さらに上のステップ、次のステージに上りたいんやったら、そこでこういうことを考えてほしいねんな。そういう人らっていうのはやってる自分に寄ってるねん。あー俺勉強してるしみたいな、わかる、努力してるしみたいな。ツイッターとかでも僕はつぶやいとったんやけど、正直成功してる人っていうのは絶対行動はしてるんですよね。そこからさらに結果を出すっていうのが意味がある人、すごい人なんよな。つまり上のレベルに行くと、やるのは当たり前、行動するのは当たり前なんですよ。当たり前の基準をちょっとそこで上げてください。で、これをちょっと学生に落とし込んで説明すると、学生やったら勉強するのは当たり前です。で、そこで定期テストとか模試で結果が出なかった時に、あ、なんで今回は結果が出なかったのか、勉強したのになんで出なかったのかっていうのを分析して改善しないとあかんねんな。あ、あの時のあの勉強法がちょっとまずかったんやな、じゃあこういう風に勉強していこうとか、あれ、もしかしたらもっと時間取れたかな、勉強時間実は少なかったんちゃうかな、みたいな改善をしないとあかんねんな。わかる？勉強するのは当たり前やから、そこで満足したらあかんねん。そこからどんどんと改善していくんだ。いける？このステップをいっぱい踏むことによって、もちろん学歴とかも手に入れれんねんけど、それ以上に大切なものっていうのが身につきます。実際やってみてください。はい。ということで、とりあえず皆さんまずはやるっていうことをしてください。それでやった後に改善する、ここが大切ですね。ステップを上げていくんですよね。改善する、でそれを繰り返して1位っていうのを取ってください。人生変えていきましょう。アキトントンは勉強する皆さんの味方なので、努力する人には寄り添えますよ。はい。ということで、これからも一緒に勉強していきましょう。マジで皆さん勉強するのも当たり前やと思って、ちょっとずつステップ上げていきましょう。
この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、アクトントン知らない友達いたらめちゃくちゃ広めまくってください。はい、こういう動画もね定期的に見たりして自分のモチベーションっていうのを上げていってくれたらいいかなって思います。はい、正直やるのが当たり前のレベルまで行くとめちゃくちゃレベルは高いと思います。ただそこで自分で満足しないで結果を出しに行くっていうことをしてください。これっていうのはね、テストの点数以外でも役に立つときは来ます。大人になったらそれが分かれます。その時に、ね、アキトントンありがとうトンって言いに来てください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうトントン、バイバイ。